はい、今回はサブサブに出そうか、ね、こちらに出そうか悩んでんけど、こちらに出すことにしました。ね、あの少しでもね、伝わったらいいかなと思って。ね、で、まあ、今、ちょっとね、2件目終わって、ね、あの、帰るところをね、ちょっと動画撮らせてもらってるんやけど、まあ、今ね、全然違う話やけど、今ね、ちょっと降りて作業してたら、結構ね、もう寒いですよね、もうほんまに。ね、実際この話見てたらね、暖かく感じはると思うんやけど、なんかもう半袖では寒いかなと。ね、その中でちょっとね、1軒目のね、お客さんの帰りの話になるんやけど、まあまあ、ポンさんのこのね、会社の近くでね、今、ララポートとかね、そういうね、工事がね、まあ、進んでるわけで、まあ、そこにも、ポンさんのも入ってるわけやねんけど、まあ、その帰りにね、まあ、ちょうど道が混んでたからね、会社に帰る道が。で、まあ、迂回して、ちょっと遠回りになるけど、ちゃう道を、選択したわけで、その帰りにね、まあまあまあ知ってはる人は知ってはる と思うけど、古田セコイアチョコレートってあるんですよね、武蔵の前に。そこでね、またね、猫が死んでたんですよ。まあまあ、その猫を言うたら、まあ、この前、チャオ君やったかな、隠し子のチャオ君。まあ、その古田セコイアチョコレートの裏に、まあ、古墳があるんやけどね。もうその古墳のとこで、まあ、何匹か多分生まれてると思いますが、その子かな思い持ってね、古田セコイアチョコレートの前で、ちょうどポンさんがね、信号待ち、ね、追い越し車線の方で止まってて、パッと何気なく見たら、ね、左車線の方に、まあ、中央線の寄りのところら辺で、猫が死んでてね、ほんで、わ、と思い持って、状況的にはもうパッと思いついたらね、速攻としてはよかったんけど、ちょっと、まあ、どうしようかな思い持ってダラダラしてたら信号が変わってね、ちょうど信号赤信号で止まってた時やからね。それでまあ青に変わったからね、発信してね、まあ、シャープ991で電話しようかなと思って電話した中で、それでまた会社帰ってそんな話してたら、出勤に来る人も見たんか知らんけど、まあ8時ぐらいにもその猫はそこでね、引かれてたらしいんですよ。それでまあポンさんが通った時は9時ぐらいやったかな、うん、それでまあ会社戻って2軒目行く時に、まあちょっとね、寄り道したら行ける距離やったからね、またその連絡はね、シャープ991にはしたけど、やっぱり気になってね、やっぱり形がね、まだある程度残ってるんですよね。だから、あれが何遍も踏まれたことに、を考えるとね、やっぱり、その、シャープ991さんから電話して、役所の方に電話されると思うんやけど、ね、その時に、あれですよ、何遍も引かれてペシャンコになるんやったら、かわいそうやな、思って、それをそこで、そうやったらね、あの時お前なんで、ね、どけたらんかってんとかいう中で自分と格闘するんですよね、いつも。で、まあ、ぐじ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 なるわけで、自分の中で。ほんな、結局はね、そうやったら自分で、ね、時間あるんやったら、やったらええやないか、いう結論になって、まあ、ほんまね、シャープ991さんに電話して、ね、ポンさんも、ね、皆さんにお伝えするように、それが一番やねんけどね。やっぱり危ないから、道路引かれてるね、こう、どけたりするのは。まあ、その中でやっぱり自分の中で格闘した結果、やっぱりもう行こうと思って、ね、もう寄り道で行こうと思って、ね、走ってたら、ちょうど営業のね、車が横に左に寄ってね、そこでまあ、ちょっと手伝ってくれへんか、いう話で、ね、して、ほんでまあ、U ターンして、ね、古田セコイアチョコレートの前で引かれてる猫を、まあ、保護じゃないね、あれは。ね、どけて、ね。これでまあ会社に、ちょうど、ポンさんも、このトラックの中に入れてたら、やっぱり匂いもするからね。まあ、その子は軽トラに乗ってきてあって、営業してあったからね。のでまあ、軽トラにちょうど住んで会社帰ってから、引き取りに来てもうて、っていうことを伝えた中で、まあ、そのね、猫をね、保護じゃないけどね、もう、捕まえたり、なんちゅうだいかな。まあ、そんな感じですわ。
まあ結局ね、何が言いたいか言うたら、ほんまね、あのタイトルもありますようにね、白血病猫とかね、エイズの猫とか、いろんな猫がおるけどね、手ない猫とか、足のない猫とか、目の見えないペルちゃんみたいな猫とか、いろんなね、虐待された猫とかおるけど、一番ね、かわいそうな猫はね、やっぱり道路に引かれてね、死んでる猫が一番かわいそうじゃないかなと思ったりするんですよ。ね、話して今、最後にね、動画貼っときますけど、それ見てもうたらわかるように、ね、ほとんどの人が無視して、あれをね、気遣いで携帯色々持ってやってる人なんかだったら、もうそれをバーッと踏んでもうたり、何べんも踏んだり していくからね。あの形でやったら、ある程度は車で受けたりするけど、何回か踏まれて、もうぺちゃんこなり出したら、もう、それはもう見てもわかれへんからね、バーッと踏んでいく車が大半なんですよ。そこで、やっぱりね、何べんも踏まれてしてる、ああいう猫たち、ほんまにかわいそうやな思うところなんですよね。だからほんまにね、なんでこんな動画をね、やっぱり撮ってるか言うたら、やっぱり現実ね、ああいう猫を見ない人もおると思うんやけど、やっぱりね、見た時にはね、まあポンさんの動画見てもらえてるね、運転手されてる方とか営業されてる方は、できたらやっぱりね、ああいう子たちもね、なんとかね、シャープ991でなんでもね、電話してもらえたらいいなと思います。やっぱり今回ね、ポンさんみたいにね、どけたらね、ポンさん今回営業の方に後ろで止め車を見てもらったりして、信号ちょうど信号を向こうの奥の信号、信号がね、赤に変わって作業したわけやねんけどね、それで営業の子に止めてもらったりして、まあ、1台って車止めても止まってくれはってたけど、まあまあ一応ね、動画では見えないようにね、猫死んでるのは見えないようには撮ったつもりやねんけどね、まあああいうね、道路のど真ん中のね、何遍も踏まれそうなところでね、掘ってたら何遍も踏まれる位置や思います、あそこは。ちょうどタイヤがね、通る位置やから、あれがやっぱりね、だんだん混んだりね、車が来たら、その前空いてる時はね、前には何かあるっていうの分かるからね、やっぱり組み出して、車間距離もそんなに詰めに走りになってきたら、やっぱりバン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 踏んでいく、かれる方も多いと思うんでね、まあ、それだけね、やっぱりちょっと、なんかね、やっぱり踏まれててね、黙っててへんやけど、あれがやっぱり、何べんも言うけど、ポンサはあれがやっぱり人間の作り出したね、こういう機械でね、猫が死んでいくいうのが、実際そういう問題があるからね。ドラえもんのね、なんでしょう、ドラえもんのね、あれじゃないけど、ね、宙に浮く車がね、できたりしたらね、こういう問題もないと思うんやけど、それまではね、やっぱり人間が作ったもんでね、猫が死んでいってるいうことをね、やっぱりもっとね、理解してもらえたなと思い、動画を撮りました。まあ、そんな感じでね、朝からね、まあまあ、ボンさんもブルーな気分になるんやけど、この動画はまたもう昼ぐらい上げると思いますね。まあ、またね、ちょっとでもね、こういうことに関心を持ってもらえたらなと思います。はい、以上です。ありがとうございます。電話しとって。